よ、キャラパキチョコレート、パキッと割って、ニャウィドーン。どのキャラたちが出てくるかな、ビッグレイ。マリオのキャラパキが食べたいか、食べたい食べたい。全部で8種類だって。シークレットは何だろう。早速開けていこう。よし、行くぞ。行くぞ。パキパキパキン、パキパキン、パキパキパキン、パキパキン。できた。甲羅も綺麗にパキンできた。次は僕、キャウィーグー。マリオだ。僕にだってできるもんね。パキパキパキン、パキパキン、パキパキパキン、パキパキン。一番簡単なやつだけどね。まだまだあるからもっと開けよう。僕もっといろんなマリオ見たい。僕はシークレットが気になる。よし、どんどん開けていこう。僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。パウパトロール、どんなトラブルもパウッと解決。パウパトロール行くぞ。キャウィーゴー。キャラパキのシークレットのキャラは
何だったかな。1キャサリン姫、2ピーチ姫、3バナナ姫。みんな覚えてるかな。マークの答えは、そうだ、マーゴリン。丸い特番地、丸い特番地に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。みんな困ってるの。サンサンとゴーゴリンドイッツ。今日はこれ、キャラパキ発掘恐竜チョコ、マリンブルーバージョン。青いところはマスカット味。パキッと化石を発掘しよう。おやつはチョコレート。キャラパキ恐竜発掘チョコだよ。マク、モササウルスがいい。それじゃあ早速行けよ恐竜。おっと、これはスピノサウルスだ。パキパキパッキン発掘して。パキパキパッキンパキパッキンパキパキパッキンパキパッキン。恐竜を発掘して
んだよ。あ、頭が取れそうだよ。上手に発掘できるかな。あ、取れた。どんどんパキパキしていこう。パキ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 。よし、無事発掘成功だ。手がバラバラだよ。これから組み立てていくんだよ。なるほど。組み立てる順番が書いてあるよ。あ、本当だ。まずは尻尾から。体と尻尾を合わせて組み立てて、次は顔だね。角が生えててかっこいい。頭と体を合体させて手と足をくっつけたら、土台を組み立ててトリケラトプスを置いたらできた。角が3つあって、首の周りのフリルは縦の役目があるんだって。サンさんよく知ってるね。これがあるからね。恐竜図鑑だ。図鑑を見ながら次はティラノサウルスを発掘しよう。なじゃん。プラパキットで遊んでみたい子はグッドボタン。まずはパキパキ発掘。発掘したバラバラの骨を組み立てる。ティラノサウルスは肉食恐竜で、骨を噛み砕いちゃうくらい顎の力が強いんだって。あー、すごーい。でも実は足は遅いんだってさ。そうなの。でもでもやっぱり強くてかっこいいよね。強けりゃ何でもしていいのか。え、なになに、クモリン。え、何も言ってないけど。だから俺は何もしてねえって言ってるだろう。嘘でしょ。化石が動いてる。お前のせいで僕の家族は絶滅したんだ。何も知らないお前に何がわかる。ちょっと、二人はなんで喧嘩してるの。こいつが僕の家族を食べたんだ。だからそれは違うって言ってんだろう。喧嘩はやめようよ。
りできたみたい。よかったよかった。恐竜が絶滅した理由はたくさんあるんだ。どれが本当かは今も分かってないんだよね。動画を見ているそこの君がいつか恐竜博士になって本当の理由を見つけて僕たちに教えてくれたまえ。待ってるよ。今日はキャラパケ発掘恐竜で恐竜さんを発掘していくよ。いやはーい。ペリペリペリっとな。ペリペリペリっとな。じゃじゃーん。恐竜さん発見。タバスズキリュウが3体とステゴサウルスが1体。そしてシークレットゲット。このドラゴンさん3つ首があるね。ほんとだ。かっこいい。それじゃあこの恐竜さんたちを。これなんだろう。開けてみよう。
にこの恐竜のどれかがいるんだって。会いたい会いたい。何？どこにいるの？これから発掘するんでしょうか。そうにしたそうにした。よーし張り切ってピッカピカの恐竜さん発掘するぞ。恐竜を発掘する僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。よし行くぞ。なったね。じゃあそろそろ僕の出番。よし次はスコップだ。ドン。取れたかけらはチートの上に置こう。じゃあそろそろ僕が。よしどんどん掘るぞ。ドン。もう僕全然できない。うわクモリンやめてよ。こっちの道具使えばいいじゃん。でも僕もスコップがいい。僕もやりたい。ピコッとひらめいた。クモリン、これを使おうよ。これってトミカのこと？そう、トミカたちを使って発掘してみようよ。面白そう。やるやる。よーし、じゃあ働く車たち出動だ。まずはブルドーザー。かけらをどんどん運ぼう。本当か、クモリン助手？それ本物のステゴサウルスじゃ！
チョコの甘い香り。クモリン助手、食べるのはまだ早いぞ。白いチョコが割れないように周りのチョコを砕くんだ。了解しました。発掘が成功するようにグッドボタンで応援してね。ドキドキする。割れた。その調子だクモリン助手。ここ難しい。あー、こっちも難しい。あとはサンサン博士、お願いします。よし、あとちょっと任せなさい。ああ、箸が折れちゃった。これくらいなら大丈夫だ。発掘失敗ですか。ギリギリ成功だ。やった。サンサン博士、あそこにスピノサウルスがいます。本当だ。何かを見てるみたいだけど。あ、キャラパケ発見。マーク取ってきます。どうやって上に行くんだろう。いやー、食べないでー。達成でー。何？クモリン助手、助かったー。あ、上まで登れた。ステゴサウルスさん、ありがとう。えっ、クモリン助手ありがとう。マック、上にも見つけちゃったから先に発掘してて。わかった。次はどんな化石が出てくるかな。トリケラトプスだ。次こそ綺麗に発掘するぞ。ゆっくりゆっくり。できた。発掘大成功。サンサン博士、いきますよ。そこから落とすの。いっ、はー、もう一丁。やー、無事でしたか。うん、二つも見つけたんだね。それじゃあ発掘しよう。次は僕が発掘します。よろしく。一つ目はアンキロサウルスの化石。二つ目はこれは発掘が難しいと言われているブラキオサウルスだ。じゃあまずはアンキロサウルスを発掘していきます。お願いします。アンキロサウルスは尻尾が長いね。尻尾をハンマーみたいに振り回して自分を守ったんだって。すごい。サンサン博士、できました。素晴らしい。次はブラキオサウルスの発掘に挑戦だ。緊張するな。慌てずゆっくりやるんだ。ここはできるかわからないよ。折れてもいいから挑戦だ。難しいね。ブラキオサウルスさん、ごめんね。気を取り直してもう一回探そう。はい。ん、この砂山、怪しいぞ。何か埋まってるんじゃない。なんだ、何もないじゃん。クモリン助手、黄色の砂を見つけたぞ。今度こそ何か埋まってそう。あー、キャラパケ発見。3つもあるぞ。よし、全部成功させるぞ。スピノサウルス、さっきは足が折れちゃったから気をつけないと。サンサン博士、頑張れ。あー、今度は顔が。ドンマイドンマイ、悔しい。じゃあ次僕ね。二つ目のトリケラトプスだ。クモリン助手、頑張れ。任せなさい。大成功。すごい。それじゃあ最後の一個。これはレアの化石が出たぞ。あー、博士、怖いです。そこは僕に任せて。お願いします。できた。いろんな恐竜の化石を発見できたね。そうだね。疲れちゃったから化石食べちゃおうっと。そうだ。みんなも発掘してみてね。今日のお絵かき